構ハッシュタグつけた方がいい。こんばんは。さよなら毛利さんをぜひ見ながら配信を見てください。うん、私も見てますよ。そう、ちなみにこれ私も出てて、そう、ちょっとね、お風呂上がりすぎてめちゃくちゃ髪がボサボサなんですけど、ちょっとすいません。衣装を年代別に並び替え企画、これめっちゃ面白かった。でも意外と間違えちゃうんだなって思いました。難しい、簡単そうに思えて難しい、すごく。上からマリコ、上からマリコの衣装めっちゃ可愛いよね。マリコ様は本当に帽子の印象がめちゃくちゃ強い。まあでもここら辺はね、簡単ですよね。まだまだ簡単です。年代によって服のトレンドとかで、ね、美女可愛いね、美女わかります。最初の方ですよね。なんか10年桜あたりの衣装は難しいですよね。ちょっと並びが、ナナさんが教えちゃった。マオピョンの企画なのに、最初もう最初の方にね間違えてしまいました。マオピョンが、フライングゲットの衣装、写真、生写真撮影の時に一回着たぐらいです。
聴あんま来たことないですよね。こうか。マホピョン。さっきね、間違えちゃったんだね。新しい方に。ナレーションこんな声だったんですね。今しっかりナレーションを聞いて気づいた。これ難しいな。え、難しいですか。確かにビギナーナミサプ、ここあたりはむずいですよ。うん、私も一番新しいと思いました。でもなんかみんなでえって一回なったんですけど、この Give Me 5 の衣装なんですけど、なんか最初みんな永遠プレッシャーの衣装だと思ってて、なんか私も永遠プレッシャーの衣装だと思ってたんですよ。そしたら Give Me 5だった。なんかちょっと似てますよね。でも永遠プレッシャーだったとしても多分一番新しい衣装だと思うんですけど、え、似てない。なんか永遠プレッシャーだと思った、今の衣装。ね、似てるよね。あー、これめっちゃむずかったです。飾りとかがあったらね、結構わかるの。二人とも同じ、二人とも同じになるってすごくない？確かにコルセットつけると確かにスタイルよく見える。私もあの元カレですの衣装コルセットついてるんですけど、そうスタイルよく見えるんです。
すごい、でも当たってた。すごい。粗品さん衣装にコルセットするんやね。え、しますよ全然。結構する衣装ありますよ。え、この衣装難しかった、分かんなかったんだけど。予想と違いました私は。うん、私もな、細い、本当に細かったのでともちんさんだと思いました。うん、私もそう思う。小柄、ゆうこさん、ゆうこさんってめっちゃ細いですよね。びっくりした私これ見て。本当にめっちゃ細い、ちっちゃかった衣装が。レミたーん、レミたん本当に可愛い。リンリンとずっと2人で、あれは何々っぽくないとかってずっと喋ってました。ずっと予想してた。でもこの衣装は予想当たってました。ね、CM が入ってしまいました。この配信終わった後に YouTube の編集しようかすごい迷う。でも明日朝早くて悩む。スリーピー、I'm sleepyです。
肌に悪いから配信後は寝ましょう。うん、わかる。あのね、夜更かしすると本当に肌荒れるんですよ。私本当にずっと最近夜更かしばっかりで、あれあれ。そう、まゆさん、これはね、私当たってましたよ。まゆさん王道可愛いだったので、やっぱりりんりんとあれはまゆさんだよねっていう話をして、でもね、あの前田敦子さんかなとも思ったんですよ。でもいや、まゆさんだなっていう予想してました。結構あのね、時間タイトですよねなんか、うん、4がすごい自信あったの、なぎ。そう、マリコ様、これね、帽子かぶってる印象めっちゃあったから、私すぐ分かった。5番かね、前田敦子さんだった。え、これすごい面白かった。かわいい、かわいい、よいです。なるなる。この衣装ちょっと着るの難しいんですよ。ね、あやねちゃんが早いって知らなかった。クレミタのね、早替え、初めての早替え。そこ B 公演前の収録だったので、そう、初めての早替えでした、クレミタ。才能あるかもですね、レミタ、早替えの才能ね、あるのが難しいですよね。お、誰が来る？あやねちゃん。いや、早いね、あやねちゃん早いんだね。かわいい、かわいい。お、ゆいゆいが来ましたよ。あと2人ですよ。おお、レミトレミ、レミトあれ、あれ、マホピョンがいないですね。あ、レミタンが来て、マホピョンは、マホピョン でもめちゃくちゃ面白いですよね。うん、ほんとお笑いの基本って感じマホピョン面白すぎる。メイちゃんとズッキー仲良く話してる。そう、ズッキーも隣にいたので、そうそう、お話ししてましたそう、私ポニッシュの衣装めっちゃ好きなんですよね。可愛いですよね。私多分着たことないんですよ、でもポニッシュの衣装
着てみたいです。だからすごい。どういうこと？なんか早替えのイメージない。ね、マホビョはね、同じチーム B なんで、そう。やっぱね、公演は早替えがあるのでね、そう。そう、どの公演も早替えがつきものなんで、やっぱ大事ですよ。ちょっとさっきお茶飲んだんだけど、ちょっとお水飲みます。でも8人公演になってからユニットを1人2曲やることになったじゃないですか。だからよりね、早替えする時間が増えて、だからなかなかその楽屋に衣装を、楽屋で衣装を片付けながら公演をやっていくっていうのが難しくて、そう、机の上をきれいにした状態で公演を終えたことが最近ないです。本当にハンガーにかけて戻す時間がなくて、あんまり。そう、だからね、 B 公演の時もそんな片付けられなかったかな。うん、そう、もうね、劇場公演中とかはね、早替え時はもうね、戦いですよ。本当にこのアンコールの時のアンコールの拍手が聞こえてきたら、もうやばいやばいやばいってなる。え、早い、アンコールのタイミング早くないみたいにもなる、たまに。ありがたいけど、あ、やばいやばいってなる、もうみたいな。どんな抜き方してるんだろう。テレビって口がなんかあんま色が映らないですね。自分の顔は今見てて思ったけど、もうちょっと口濃く塗っていいかもしれないですね。あ、もうナナさん、さすがですね。うん、いや、もう面白すぎる。マホぴょん、なんで魔法は呼ばれてるよ。まあ、ある意味これも面白くていいと思いますけどね。うん、面白い。そうだね、芸人さんとしてはもう100点のボケだと思います。さすが、みんなもうさすがだねって言ってる。
ね、全員でやったら誰が一番早いんだろうね。わかんないよ。あ、この今やってる CM の、そう、死刑に至る病っていう映画、ランリーと見に行く約束しました。そう、なんかファンタビーを見に行こうとしてたんですよ最初。でもちょっとね、今回舞台の稽古とかでいろいろ本当時間が合わなくて、そうだからね、5月から公開のこれを見に行こうっていう話になりました。そう、5月6日も公開されてる、あ、まだもうちょっとで公開なのかな。でもファンタビアでも私見に行きたいので、そうでもね、見に行けるほどの時間が あるかなっていう、何かしらねあるので。ペラちゃんだった今。終わった、終わりました皆さん。いやね、迷う。 YouTube 作るか寝るか、それか1日間1回寝て起きて編集するか悩みますね。じゃあということで、2459人の皆さん、ありがとうございました。じゃあそろそろ終わりにしたいと思います。さよならモーリーさんもね、感想とかはぜひハッシュタグさよならモーリーさんをつけてツイートしてくれたら嬉しいなって思います。じゃあまた会う日まで、またね、おやすみなさーい。あ、順位を読んでないから、ランキング読んでから終わります。13位は台湾のラリザ・アットマークヌル様親衛隊さん、ありがとうございます。12位はホアンさん、ありがとうございます。11位はショートさん、ありがとうございます。10位はあ韓国の方、クマサムインダー、ありがとうございます。そして9位は君にハートさん、ありがとうございます。8位はしばすさん、ありがとうございます。7位はトカチンさん、ありがとうございます。6位は大粒ちゃんさん、ありがとうございます。5位はシゲキングさん、ありがとうございます。4位は渡辺さん、ありがとうございます。3位はメロメロンさん、ありがとうございます。2位は博多バリカタマンアットマーク、誕生日の時ハッピーバソングありがとう、お誕生日おめでとうね、ありがとうございます。1位はひじりマンアットマークモルメンさん、ありがとうございます。じゃあお疲れ様でした皆さん、おやすみなさい。バイバーイ。